レジスタファイルは、コンピュータの中央演算装置にレジスタを多数、集積したものである。現代的な集積回路による、レジスタファイルは、高速な SRAM に複数のポートを持たせる形で実装されている。通常のマルチポートの SRAM は、同じポートで読み書きするのに対して、このようなラムは専用の読み書きポートを持つ点で異なる。CPU の命令セットアーキテクチャは、 メモリとチップ上の機能ユニットとでデータを橋渡しするレジスタを定義するが単純な CPU ではアーキテクチャ上のレジスタが CPU 内の物理的なレジスタに1、1で対応する。一方より複雑な CPU はレジスタリネーミングを用いて物理的なレジスタとアーキテクチャ上のレジスタの対応関係が実行時に動的に変化する。 レジスタファイルは命令セットアーキテクチャの一部で、プログラムから直接扱える存在であり、プログラムからは、透過的に存在しており直接扱えない、キャッシュメモリとは異なる。レジスタファイルの一般的な回路上のレイアウトは、垂直に読み出すことができる単純な配列である。すなわち、一本のワード線が水平に走り、ビットセルの列が垂直に走るビットライン上に配置される。 低振幅のビットラインの信号を論理レベルに増幅するセンスアンプは最後に配置される。大きなレジスタファイルは単純で小さい配列を線対称に並べたり回転させて並べたりして構築される場合もある。レジスタファイルはポートごとにワード線を持ち読み出しポートの幅に応じた読み出し線と書き込みポートのビット幅1に対して2本の書き込み線を持つ。書く。 ビットセルは VDD と VSS も持つ。これにより、信号線部分の面積はポート数の事情に比例して増加し、トランジスタの面積はポート数に比例して増加する。ある時点で、少数の読み出しポートを持った複数のレジスタファイルの方が、すべての読み出しポートを備えたレジスタファイルより小さくかつ、または高速であると考えられるようになった。例えば MIPS R8000 の 整数ユニットは0.7マイクロメートルプロセスで製造され、9本の読み出しポートと4本の書き込みポートを備えた32エントリーの64ビットレジスタファイルを持つが、それでも数十センチの距離からチップを見て、レジスタファイルを視認できるほどである。典型的なレジスタファイル。3つのポート、すなわち2つのレジスタからの読み込みと、1つのレジスタからの書き込みが、 同時に可能である。このようなビットセルから構成されている。様々な最適化が可能である、レジスタファイルは複数の書き込みポートが同時に同じ箇所に書き込まれた場合の対策をとっていない。代わりに命令スケジューリングを行うハードウェアが1サイクルで1つの命令しか1箇所に書き込めないことを保証する。同じレジスタを書き込み対象とする複数の命令が 発行されると、一つの命令以外は書き込めないようにする。セルを構成する二つのインバータが書き込み後、制定するには一定の時間がかかるので、その間読み出しの操作には時間がかかるか、あるいは壊れたデータを返す可能性がある。このため、書き込まれたデータを読み出しポートに転送するバイパス回路を持ち、読み書きが同時に行われた場合に備えるのが一般的である。 レジスタファイルはデータパスの間隔と一致している。間隔を合わせることでデータパスの曲がり角にバスを配置しなくても済む。しかし、すべてのユニットが同じ幅を持たなければならず、データパス中の各ユニットの幅は最も広いものに合わせることになり、それ以外のユニットでは無駄な面積を消費する。レジスタファイルは書き込みポートのビットごとに2本の線があるため、 またすべてのビット線は各ビットセルに接続されている必要があるため幅広でありこの幅がデータパスの間隔を決定することが多い一つのデータパス上に複数のユニットが存在する場合には二つのデータパスを隣接させ通常のデータパスよりも狭い間隔のビット間隔を持たせることにより面積を節約することができるこの場合レジスタファイルのコピーが データパスごとに必要になる。α21264 は、整数のレジスタファイルを2つ複製して持っており、互いにデータをコピーするためのサイクルが存在し、命令発行のロジックによって2つのレジスタファイル、間でデータ転送する回数を削減するようにしていた。また MIPS R8000 の不動小数点ユニットも、不動小数点レジスタファイルを2つ複製して持ち、 それぞれ4つの読み込みポートと4つの書き込みポートと備え、書き込みは2つのレジスタファイルに同時に行われるようになっていた。レジスタリネーミングを行うプロセッサでは、各機能ユニットが物理レジスタの一部に対して書き込むように割り当てることができる。これによって、ビットごとに複数のポートを持たせる必要がなくなり、面積を大きく節約することができる。 その結果、レジスタファイルは複数レジスタファイルに対して一つの書き込みポートを持つものになる。この技術はレジスタ間の複製や読み出しポートのサブセット化の部分で利点があり、究極的には各機能ユニットに書き込み一つ、読み込み二つのレジスタファイルを配置することになる。少数のポートを持つレジスタファイルの大半はトランジスタなので、 この方法を極限まで押し進めることが最善ではないが、それでも有用である。スパーク命令セットアーキテクチャは、レジスタウィンドウを定義しており、アーキテクチャ上の5ビットのレジスタ名が、より数百エントリーのレジスタファイルの一部である、ウィンドウを示す。数百エントリーものマルチポートのレジスタファイルは、非常に大きな面積を必要とする。レジスタウィンドウは16レジスタずつスライドし、 アーキテクチャ上のレジスタ名が大きな配列内の少数のレジスタのみ示すようになっている。例えば、アーキテクチャ上のレジスタ R20 は、ウィンドウが7つであれば物理レジスタ20、36,52,68,84,100、116を指す可能性がある。面積を節約するため、スパークの実装では、レジスタファイルが32エントリーのものあり、 各セルは7つのビットを持っている。外部のポートからは1つしか読み出すことはできないが、その内容を回転させることができ、1サイクルでレジスターウィンドウを動かすことができる。この変化を及ぼすために使用される信号線の大半は局所的なものであるため、わずかな電力で大きなバンド幅を達成することができる。同様の技法が r 1万の レジスタリネーミング用の割り当てファイルにも用いられている。この場合には、各物理レジスタが6ビットの仮想レジスタの番号を格納する。このリネーミングファイルでは、分岐予測が誤っていた場合でも、古いリネーミングの状態を1サイクルで復帰できるよう、分岐が発生するごとにリネーミング状態がチェックされる。ありがとうございます。